10月8日は、グレゴリオ歴で年始から281日目にあたり、年末まで、あと84日ある、カルケドン公会議。アレクサンドリア教会、アンティオキア教会、アルメニア首都教会等が支持した、愛称論が退けられ、両性説が正当とされる、源の頼家の外籍、引企吉一族祝清。画像は、維持、吉本が屋敷跡に混流した。 妙本寺アロー戦争の引き金となったアロー号、打法事件白虎大使自人画像は、飯森山にある大使の墓科学者、池田菊内誕生。グルタミン酸ナトリウムを発見した第78代内閣総理大臣、宮沢喜一誕生作曲家、竹光徹誕生、国母勇気誕生、室伏広次誕生、安土桃山時代の盗賊、石川五右衛門諸経新第五代皇帝。 妖精帝心カクラタネボツフランスロマン派の画家テオドール・シャセリオ・ボツ。右はエステルの化粧台14代アメリカ合衆国大統領フランクリン・ピアース・ボツ。カンザス・ネブラスカ法によって米国南北間に決定的な亀裂を呼んだ労働党出身のイギリス首相クレメント・アトリー・ボツ。国民保険サービスなど福祉国家事業を推進した。ありがとうございます。